チャコールキャニスター、またはカーボンキャニスターとは自動車やオートバイの燃料タンクから、揮発性有機化合物の一種で、人を含む生態系にとって有害であるガソリン蒸気を大気中に放出しないように吸着する大気、汚染防止機器である、ベーパーコレクターと呼ばれる場合もある。この項目では、チャコールキャニスターと同様の権利で燃料タンク給油口開放時のガソリン蒸気の 放出を防ぐオンボードリーフューリングベーパーリカバリーについても合わせて記述する。チャコールキャニスターの主要な構造は活性炭が詰められた環状の容器で、これにガソリン蒸気を流入、放出するための配管や逆止め弁を組み合わせて燃料上発ガス排出抑止装置を構成している。配管には燃料タンクなどからのガソリン蒸気を回収する経路と、 エンジンの吸気系へガソリン蒸気を含んだ空気を送る経路、外気を取り入れる経路がある。エンジンが作動している間は、インテークマニホールドの負圧によってチャコールキャニスター内の空気が吸引され、大気圧によって外気がチャコールキャニスターに流入する。外気が通過することで活性炭に吸着されたガソリン蒸気は活性炭から分離され、エンジンの燃焼室に送られて燃焼される。 自動車では1963年に制定されたマスキー法の本格導入以前に自動車メーカーにより初歩の排出ガス対策として検電が行われたこともありキャブレターが一般的であった年式の車両からチャコールキャニスターが広く普及した日本では1973年度の新車から適合が義務付けられた自動車排出ガス規制から普及が進んだ 一方、日本では1998年までオートバイが自動車排出ガス規制の対象外で、それ以前の車種には搭載されていない。燃料タンクやキャブレターのフロート室へ接続される、経路にはガソリン蒸気の逆流を防止する逆止め弁が取り付けられている場合がある。また、濃度の高いガソリン蒸気を凝縮させて燃料タンクに戻すコレクタータンクが、 燃料タンク付近に設けられる場合もある。インテークマニホールドに接続される経路には、パージコントロールバルブと呼ばれる、チェックバルブや電磁弁、あるいはダイアフラムが取り付けられ、エンジンが回転して、インテークマニホールドに負圧が発生している間のみ、ガソリン蒸気がチャコールキャニスターから吸引されるようになっている。パージコントロールバルブは、初めは単純なチェックバルブが用いられていたが、 その後にインテークマニホールドの負圧を利用して回収経路を閉じるダイアフラムバールブが用いられるようになった。近年はターボチャージャーなどの下級機などによってインテークマニホールド内が制圧になってもチャコールキャニスターに逆流しないようにエンジンコントロールユニットで精密に制御された電磁弁が用いられるようになっている。新鮮な空気を取り込む経路には チャコールキャニスターにゴミなどが侵入することを防ぐエアフィルターやガソリン蒸気が漏出することを防ぐ逆止め弁が組み込まれる場合がある。パージエアフィルターを持たない場合はエンジン吸気経路のエアクリーナーケースに接続される。自然流化式の燃料供給やごく簡易なダイヤフラム式燃料ポンプによる燃料供給の場合にはタンク内の圧力を大気と等しく保つ必要がある。 燃料蒸発ガス排出抑止装置の装備が義務付けられていない車種では燃料タンクのキャップに小さな通気口が設けて圧力の解放を行っているが同時にガソリン蒸気をこの通気口から排出してしまう排出抑止装置の装備が義務付けられた車種ではチャコールキャニスターを介して燃料タンクの通気が行われ燃料キャップは密閉される構造となっている 近年では完全密閉型ではなく逆止め弁を用いた吸気口を設けた燃料キャップが使われる場合も多い。乗産ガス排出規制とは自動車の燃料装置から発生するガソリン蒸気の待機中への排出を規制するためのものである。1971年以降アメリカ合衆国では燃料装置を完全密閉して直接待機に通気しない構造とするように義務付けられ、 チャコールキャニスターをはじめとするエルクドが登場した。エルクドは、やがて全米で販売されるすべてのガソリンエンジン車両に装着が義務付けられ、日本から輸出されるオートバイも、北米向け車両には、チャコールキャニスターが装着されるようになった。また2006年以降、アメリカ国内で販売されるすべての乗用車には、給油口を開けた際に、 ガソリン蒸気が放出されることを抑制する機構であるオンボードリーフリングベーパーリカバリーの装着も義務付けられている。オーバーは燃料タンクの給油パイプに活性炭フィルターを内蔵したもので補修された乗産ガソリンはチャコールキャニスターと同様にエンジンが運転中に吸気系に引き込んで燃焼させる。2000年以降からアメリカが収穫環境。 保護庁によって装着が勧告され、2006年から未装着車の販売規制が行われた。イグゾーストガス。愛知工科大学自動車短期大学。2011年8月20日閲覧。活性炭のクラレケミカル。活性炭の用途基礎用排ガス処理。自動車のキャニスターなど。クラレケミカル株式会社。2011年8月20日閲覧。 US4714172 モリス・ジョン・エムペーパー・リカバリー・システムズアサインド 2GT デベロップメント・コーポレーションカリフォルニア州では1970年以降ありがとうございます